いてー。ほんとお前行くより行かなきゃ。いっす。ママイラおはよう。はい。あ、そうだ、聞いてよ、うん、今日ここに来るときにさ、うん、あんこ玉でお手玉してる人がいたんだよ、ね、うん、すごくない？すごいね、それね、うん、しかもね、途中でそのあんこ玉が卵に変わったんだよ。すっごいよね、ポンとポンと、綺麗な、卵に変わったの、そう、大道芸と手品のコラボレーションだってさ、そうなんだ、うん、ね、本当にすごいと思ってる？思ってるよ、もちろんじゃん、うん、そうそう、あとね、あとね、うんうんうん、今日お昼にお弁当買ったら、うん、コロッケを負けしてもらっちゃった、うん、ああいうのがまた行きたくなるお店ってやつなんだよね。そうコロッケ、ね、あ、てか、ニアナ、あれじゃない、あの、ダイエットするじゃなかったの、うん、たまにはいいのたまにはいいの、だから攻撃だ、もうたまにはいいの、うん、さて、私もそろそろ準備するかな、はい、お、あ、そうだ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 、さっきあの言い忘れてたんだけど、テーブルに置いてあったあのお菓子、あれ食べちゃダメだよ、あのね、なんか賞味期限が結構過ぎてたみたいだから、私もなんかお腹痛くないです、食べれなかったんだ、賞味期限切れ、うんうん、それじゃ鏡使いたいからトイレ借りるね、じゃあね、酒行く、賞味期限か、あっ、ちょっ、にゃな、先に俺トイレ貸して、じゃじゃーん、ねえ、にゃな痩せたでしょ、ほら、にゃな痩せたでしょ、ずいぶん痩せたね、ほら、ほら、なんかもう、うん、わかるの、耳だけな気がするんですよ。どういうこと？耳だけって、え、なんかだいぶ痩せすぎて、ちょっとなんか顔が変わってきちゃったんですか、ちょっとそれ顔もかけた、失礼じゃねえのこれ失礼じゃねえか、これやろ、これこれこれ顔もこけた、顔もこけた、いいことじゃないですか、顔もこけるってことは痩せるってことですよ、うん、痩せる努力の賜物がね、賜物ですよ、うんね、うん、ねえ、あれさっき前座劇場、はい、桃色薄っぺらくなかったよ、え、薄っぺらいよ、ほら、じゃあ横向いてみ、あれもうおかしくない、消えられないよ、ほらほら、ははははよ、そっかそっか、そっか、そんな薄っぺらかったっけな、あれ、え、いや違うか、あ、さあこさん、おはようございます、おはようございます、劇場、そうなんです、イエーイ、さやこさん、イエーイ、今日は桃色はね薄っぺらくないんですよ、なぜですか、立体化したんですか、ついに、そうなんです、ついに立体化、私より先に、3D プリンター分かりました、あ、でもメガネかけてみたら 3D だ、そう、素敵なことじゃないですか、持ってくの忘れただけだろ、これ謝りなさい、謝りなさい、土下座したね、なんかさっき全座劇場ツッコミがなかったんで、私だけこれ、このお姿ですよ、でもマイナス8キロ、素敵、二次元だとほら、素敵、お腹が痛いのがね、ちょっとね、うん、分かりづらいかな、まあ確かにね、抑えられないもん、寝ていた、あ、おりゃ痛い、おりゃ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 、文字もです、なるほどね、なるほどね、じゃあね、まあ、ここらでね、お後もよろしいようでね、バイバーイ謝りなさい、もう一度、申し訳ない石投げちゃうから石投げられる